ジャブ打つ、右に打つレベル、で、すぐそれ、はい、で、また今度は後ろに、はい、フック、はい、ドラジーで、サイドです、はい、ジャブ、右に動く、はい、それ、はい、後ろに下がる、はい、フック、とかをいろいろ小さいスペースに行って、はい、で、ジャブ、はい、後ろ下がる、それだと、まあ、別にいいですよ、それでもいいですよ、OK、ジャブ、後ろ先の先下がるところ、で、それだと右です。距離をだいぶ作ったので、はい、ちょっとの距離だったらフックに行くけど、そんだけ離れたら突っ込もうと思わないので、あそうはい、なのでジャブ、軽く下がるぐらいだったら、そうです、ぐらいだったら行こうかなと思うんですけど、めっちゃ飛ばれると行こうと思うんですよ、はい、なのでジャブ、右サイド、そうですね、右足から、右足から、そうですね、はい、ジャブ、右足から、そう、それも動きが大きいと、はい、打ってくると思うんで、まだ逃げられます。なので、例えば、ジャブ打つ、はい、これぐらいとかやったら、動いてるか動いてないか分からんから、はい、ジャブ打つ、ちょっと右、はい、すぐしたよと。あれって感じだよ。さっきのここやってたら、もう分かるじゃないですか。なんですはい、ジャブ。で、下がる。もう下がるのも結局、ちょっと。そういうことです。ジャブ、ちょっと下がる。はい、来た。ってやると、引けないです。行きたくなるんですよ。ちょっとなる。だったらもうまだまだ私じゃないですか。そういうことです。ジャブ打って右だったらちょっとだけ、ちょっとだけ、はい、するんですよ。これだけでも角度が変わるから、まあ、結局この状態でストレート打っても OK ですけど、これでこうやって阻まれるけど、右にちょっとずれたら通るんですよ。そういうことです。だからちょっとね、ジャブ、ちょっと下がる。あ、そうそう、右に。はい、左に。いいですよ、ジャブ打って。はい、すぐ下がる。そしたら、右します。で、ジャブ。で、ちょっと後ろ。はい。で、やると打ちやすくなる。距離が、自分の距離で全部いけるから。はい。そうっす。で、よくありがちなのが、ちょっと薄めますね。はい、ジャブ。こうやってなくなるので、今もうこっちを動くような感じで、足止まってるからです。例えば、こうジャブって言われても、こうやって降りるじゃないですか。例えば、ジャブって言われたら、こうやって、打った後動く。ジャブ打つ、右足出して、そう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 、男たちじゃん、そうなんです。でも足で食べてもらうんですよ、って打てる体勢が、そういうことですよ。まあ、だから腕先頭じゃなくて足をつく、はい、足を意識、足を意識、ジャブで、そうそう、男たちじゃん、そうで、あんまり一緒とかまた動いてるんですよね、それはそれだけでも、はい、なんであんまり近づきすぎてもダメだし、ちょっと遠めの方、ジャブ打って、例えば右のそれぐらい、それでジャブ。届かないですか、さっきの感じでだんだん近づいてくると、はい、あ、ここ行きそう、あ、そういうです、はい、なので、その関係で、そういう感じで、ジャブ、そう、で、だからこっちの角度も狭いですよ、リング大事です、はい、ということは、ジャブ打つ、後ろ下がる、いや、それやと、それやと OK ですよ、さっきと同じ向き、同じ向き、大事なの、だけど、ジャブ打つ、ちょっと後ろ下がる、で、こっち行く、やったら、距離が、うん、一回下がって、右ってやったら、届かない。引き手のところに回ったら危ないけど、それは届く距離の倍の話。はいはいはい。あ、そうですね。こっちも行くとこない、袋工事になってる、だからジャブ、後ろは行ける、右にずれたら逃げる。あ、そういうことです。リングをお前に使う。なので、自分がどこにおるかをちゃんと考えてもらって、こっちは行けないし、右も行けるけど届きそう。ってことは、後ろに一回下がって、動けば当たらない。感じのを、考えたんですね、そうするともらおうくらいです、パンチを。なので、ジャブ、後ろ下がって、ずれて、もう一回ジャブって言うんです。もういいし、ジャブ、後ろ下がる、右行ってきたときにフックも合わせてます。さっきの話。はい、うん、はい。っていう感じです。はい、でも、相手をなんかうまいこと誘うって感じです。ここさせるんだけど、届かない距離。届かない距離で自分だけこう、なんか呼び込むというか。きっかけちょっかい出して、後ろ下がって、横ずれて、あ、来たらそこで振って、ちょうど狙いやすいんです。はい。って感じですね。なので、ジャブ打って、例えば右にちょっと打って、その後ろの横みたいなね。はい、でも、これだとスペースだいぶ広いじゃん。スペース動いたら、右ちょっと動いて、すぐストレートとかも動いて。でも、自分がさっき見たけど、状況判断で、どうなるか、そうっす、どこに動くか、狭いのか、広いのか、はい。要は、どこに動いた方が、よく自分が動きやすいっていうのはちょっと難しいですけど、そういうことですね。そうやって考えるともっと面白いです。